のリハーサルすっごくいい感じだったぞ。バッチリだったと思うな。これも響ちゃんのレッスンのおかげだね。厳しかったけど、歌もダンスもアンナ前より上手になれたよ。私も頑張ったって感じがする。本番すっごくすっごく楽しみです。自分もさ、みんなで公演楽しもうね。しやな。いや、もうすぐ本番か思うと緊張してきてもうて、心臓から口が飛び出しそうや。もうそんなんとっくにやってますって。めっちゃ空気吸っただけで全然効果なかったわ。あかん、どないしよう。せっかくここまで頑張ってきたのに本番で失敗したら意味ないわ。いつもの癖でつい乗ってしまうだけど。大阪の人はどんな時でも打たれたふりしてくれるって本当なのかなって気になっちゃって本番直前やのにのんきやな未来。まさか未来、私をリラックスさせるためにやってくれた？え？なんだかよくわかりませんけど、褒められちゃいました。ほんまに何も考えてなかったんやな。ま、その方が未来らしいわ。関西の星になるためにもここでつまずいてなんていられへん。夢を叶えるために私の全力出し切ってくるわ。私たちのプリティードリーマー初披露かドキドキするね。うん、アンナ、会場のみんなと目いっぱい楽しんでくる。自分たちもファンのみんなも最高に楽しいライブにしてくるぞ。私たちのステージ見ててくださいね、プロデューサーさん。更新は忘れずに、最新の今が教育じゃ違うでしょ。日常が冒険だね、ワクワクの君がリーダー。こっちまで一緒になって弾けちゃうよ。